はい、というわけでですね、今回久々の顔出し、多分ここ来てから3回目ですね。今回はお知らせございます。お知らせがございます。いやね、もうこれやってくださいよっていうね、ちょっとコメントが、まあ、結構あったんで、まあ、今回はね、そちらの方、まあやろうかなと思い、今回もう企画させていただきました。というわけで、まずね、一つ目は大乱闘スマッシュブラザーズ。皆さん Wii U 持っている方、まあほとんどいるんじゃないでしょうかね。まあインターネットで Wii U は自分で大会を開けるんですね。開けられるんです。なんでちょっとね、もうスマッシュ TV 用で大会作ろうかなと思います。ていうか今から作ります。というわけでですね、まあ今回このインターネットでね作れるということで、どれだっけ、これか、ていうか大会と、まああるんですね。いや、まあ僕はね、大会やったことないんで、あんまりよくわかんないです。てか、あんまりこういうね、大会とかっていうのは、大会って、まあ、いろいろやってるんですけども。まあこのようにおすすめ大会など、まあ大会にね、参加できます。で、まあ今回こちら、作成する。っていうのがありまして、まあ今回はこの作成するでスマッシュ TV のね、まあ、大会を開こうと思います。はい、まず行きましょう。というわけでですね、まあ、名前スマッシュ TV バトル大会ということで、まあやりましょう。で、開始日時なんですけども、どうしよう。よし、じゃあ9月1日からスタートします。9月1日の深夜0時がスタートです。で、まあ、終了はそうですね、ちょっとまあフレンド、この Wii のフレンドのコードを見たらわかるんですけど、まあ910ってあるので、9月の10日に終了させていただきます。で、参加制限はパスワードにしていただきます。つまりですよ、この動画見てくれてる方のみ、この大会出場できます。なんで、まあ、このパスワード、今からお教えします。はい、というわけでですね、パスワード決まりました。SMASH9106 スマッシュ91062で、これをの、このパスワードをね、入れて、参加してください。まあ、他のね、まあ、自分やってなくても他の人がね、まあ、スマブラやってるって方もしいたら、まあ、教えてあげてください。あ、ちなみにこの SMASH スマッシュ、これは大文字です。僕今チャンネル登録人数33人なんで、定員33人までといたします。で、大会形式、勝ち数制とポイント制ですね。まあ、ポイント制で今回やりたいと思います。で、終了条件は、こちらも33ポイントにしていただきます。で、対戦数の制限ですね。1日に5000まで。で、制限時間、これが5分です。で、ストック制、ストックは3。サドンデスは、なしです。ストレス1倍、ステージ選択は、ランダム終点です。自滅点は、なんとマイナス2にします。そして、ステージスイッチ。これは設定なしです。で、アイテムスイッチ。はい、アイテムはね、スマッシュボールのみでございます。で、ミーファイターもありにします、今回は。カスタマイズもありにします。では、これでね、やっていきます。では、ちょっと振り返ってみましょうかね。大会名、スマッシュ TV バトル大会。開始日時、2017年9月1日で夜0時。終了日時、2017年9月10日0時。参加制限パスワード。パスワード、大文字でスマッシュ91062。
定員33人、大会形式ポイント制、収容条件33ポイント、1日の対戦数5000まで、制限時間は5分。対戦ルールはストック制3、サドンデスはなし、フット比率1倍、ステージはランダム終点、自滅点はマイナス2、そしてステージスイッチは設定なし、アイテムはスマッシュボールのみ、そしてミーファイターカスタマイズもありということで、じゃあ OK 押します。はい、というわけで作りました。というわけで9月1日からスマッシュ TV バトル大会ね、参加してください。もしね、自分持ってなくても友達やってるよっていう人いたら友達に教えてあげてください。え、たくさんのねご応募待っております。これ僕参加できるのかな。まあ、参加できたら僕も参加します。なんでまあとりあえず皆さんたくさんの参加、とりあえずね、あのスマブラのミーバースなどでね、まあ、スマブラのグループとかあったりとかするんで、まあ、そちらにも送ってみようかなと思います。まあ、たくさんね見てくれている方も見てない方も、まあ、参加してほしいんで、今回はこのねパスワード、まあ、スマブラユーザーに届けてあげてください。とりあえずスマブラからは以上です。いや、9月1日覚えててください。9月1日から9月10日までです。というわけでですね、まあスマッシュ TV バトル大会、また、まあ、9月1日から9月からなんで、まあよろしくお願いします。で、2つ目なんですよ。問題は2つ目、スマッシュ TV ね、実は前回ちょっとライブ放送してて、ね、一切見てくれてなかったっていうね。いや、そらそうですよ。だってね、まあ、動画上げるときとかあってお知らせちゃんとするんですよ。しなかったからね。まあ、というわけで今回はね、もう今ここで言います、ライブ配信させていただきます。ライブ配信実は2日もねご用意しております。まずは9月の2日土曜日、こちらねちょっとね珍しく僕の休日が空いたんで、まあ、そちらの方をね今回ライブ放送しようかなと思います。で、9月2日は午後2時からスタートします。まあ多分大したことは知りません。で、まあ友達もね実は遊びに来るんで、まあ一緒にちょっと手伝ってもらおうかなって考えてます。そしてまあ2つ目のライブ放送は9月の12日火曜日にライブ放送します。この日は夜10時からですねライブ放送したいと思います。まあね、ちょうどその頃スマブラのね大会も終わって、まあ結果発表とか、まあ結果発表はね、まあもしも点が良かった人はねちゃんと名前も出します。なんでねスマブラ大会頑張ってください。じゃあもう一回ちょっとおさらいします。ライブ放送9月2日は午後2時から、で9月12日は午後10時からライブ放送スタートということで、で、まあ、スマブラ大会とかはね、あのコメントしてくださってる方とかにちょっと直接送ってみようかなと思います。まあね、もしそれでやってないよっていう方いましたら、まあ、スマブラユーザーにそのことを伝えてください。というわけでですね、まあ、今回いろいろ喋りましたけど、もう一回おさらいしよう。まずはスマブラ大会9月1日から9月10日にかけての大会と、まあ、ライブ放送9月2日は午後2時から、9月12日は午後10時からスタートっていう感じで、まあ今回やっていきたいと思います。まあね、まあ、ところどころの場所によってはまだ夏休み中っていうところもあると思います。ちなみに僕はもう学校とっくに始まってます。というわけでですね、まあ今回はこの辺で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回のスマッシュ TV お会いしましょう。Thank you.